じゃあこんにちは。はい、宇高さん、今年の夏もやってきましたね。ああ、暑い盛りに大変だな、高校生諸君。そうですね、でもやってるね、球児の皆さんはそれよりも熱い思いを持ってグラウンドに、はい、いやー、そう、どうだろうね。そんな冷めてるんですか。いやでもさ、この時期になると、はい、やっぱ思い出すな、48年前を。はい、48年前。宇高さんは甲子園には行ってないんだよ。何回戦で負けてしまったんですか、地方予選。2回戦、準々決勝、はい、2回戦で負けた。大体負けたところが甲子園。その時どこでした、行ったの。どこだったっけな、最初どこだったっけな、豊富商業と、はい、2年の時忘れたけど、3年の時は柳井商業が甲子園行ってるね、はい、そこで負けたけど。でその年の優勝校とかって覚えてます、うん、1年の時が銚子商業、2年の時が習志野、あ、千葉ですね、うん、はい、3年の時が大比林、あ、東京ですか、へ、うん、あ、大比林、そうでしたね、いました PL とやってね、はい、松本ピッチャー、はい、息子が DeNA だった。そうなんですね。早稲田でね、はい、で DeNA に入ってきて、うんうん、ドターンとやろうみたいな、なんか憎しみこもってます。いや全然ライバルとか。いや松本はねすごくいいやつで、うんうん、接点あったんだけどね昔ね、はい、うん、だからまあ高校野球は思い出すな今でも。いやでも野球をそんなに詳しくない方でもここを応援しよう、夏はここを応援しようってみんななりますもんね。まあ確かにな、はい、まあでも最近思うことは、うん、細いなみんな、あ、線が、あ、特に下半身が細いわ、うん、昔はすごく太かったイメージがある。まあイメージだけかもわかんないけど、はい、でもサイズ的には我々がやってた時のサイズよりも相当大きくなってるよね、うん、あの縦に長くなってますよね。そうそうそう、うん、でウエイトトレーニングとか今盛んに行われててね、はい、我々の頃はさ足も垂れて階段をそれで手で登っていくというさありましたね、まあ、すごくアナログなウエイトトレーニングだったんだけども、はい、だけどやっぱこう上半身の厚みだとか力とかそういうものは感じるんだけど、下半身の弱さ、それを感じるな。それが例えばエラーだったりとか、まあまあ、その一歩のボールの取り方っていうその基本というかね、そういうものがあるんだけど、それをまあ3年間ずっと続けていればもっと太くなるのになっていうような、そんな感じが受ける。だからユニフォームを脱いだらすごい体してる高校生もたくさんいると思うけど、それはウエイトトレーニングのおかげでね。でも下半身の強化という意味ではまだまだかなっていうような、そんな、うん、なんかそんな感じがする。私印象的だったのが大会2日目に愛工大名電と石川の星稜が戦った時に、うん、愛工大名電の選手たちがなんかめちゃめちゃプロみたいな背格好だったんですよ。背も高くて、え、高校球児じゃないみたいだなみたいな、なんかそれ体の勝負っていうのもあるよね、高校の時っていうのは、うん、力のパワーの勝負とかさ、はい、やっぱこう1本パンと捉えた打球でも、うん、やっぱ早いと抜けるしさ、はい、遅いと取られるし、うん、だからそういう意味ではそのウエイトトレーニングっていうのは非常にやらされてるっていうかやってるというかね、うん、だからいろんなサプリメントを取ったりだとか、うん、いろんなことをしながら体作りをしてると思うんだけども、はい、だけど一番鍛えてほしいところが鍛えられてないというかさ、それはやっぱ心なんだよね、はい、で心の鍛え方って厳しいことをやればいいか、ね、苦しいことをやらせれば精神的には強くなるのかっていうところはすごく難しいところで、やっぱ家庭環境にもあってね、はい、やっぱ親が甘いとか、まあ、そういうことになってくると精神はやっぱ甘々で育つよね。だから非常に難しいとは思うんだけどさ、はい、なんかね最近の高校野球のスコアを見てると初回と最終回ここで必ず波乱が起きてるというさ、そこ一番大事なところで一番乗り越えなきゃいけないところを乗り越えられないというね。だからこれをどうやって鍛えたらいいんだろうっていうのはすごく俺はこう感じてる。特にやっぱりピッチャーっていうことなんですね、まあ、ピッチャーも含めてね、立ち上がりにエラーがあったりだとかさ、まあ非常に難しいよねこの精神、気持ちを鍛えるっていうことはさ、はい、で YouTube とかいろんなこうものを見るんだけど、特徴を伸ばせとか、はい、強みで勝負しろっていう皆さんが言われてることで、これは当たり前のことなんだよ、はい、でもこれは社会に出てのことであってさ、教育的立場の時に特徴であるとか
強みであったりそこで勝負するっていうよりも俺はねどちらかというと特徴も大切なんだけど俺欠点を克服する、うん、で嫌なことから逃げさせない俺これが大事だと思うんだよね。それで初めて特徴が出てきて強みだとかそういうものが分かると思うんだけども花からいや僕は嫌いですなんて、うん、食わず嫌いみたいに決めちゃうと俺は良くないと思うんだよね、うん、だからそういうことが非常に俺はなんかこう顕著としてスコアに出てきてるんじゃないかなっていうような気がするんだよ。でね、うん、俺の子育て論っていうのはやっぱりそういうことだったんだよ。嫌なことから逃げさせたというか、はい、そこが一番の失敗なんだよ俺は。いやだからまだ教育の場にある時にはそういうとこから逃げさせたらダメだと、うん、でそれはできるできないは別問題としてそこら辺をもう少し強く教育しとけばもっと違う選手になったんじゃないかなとか。だからそれ分からないよ、やってみてないから、はい、うん、だから長男次男とか三男で試せばよかったんだけどまあそういうこともできず、はい、やっぱこうお前は好きな道に行けとか、ね、あ、それ、まあ、言ってくれたからいいんだけども、だけど少し俺が反省するとしたらちょっと子供が嫌がるようなことから逃げさせたかなっていう、うん、甘えを作っちゃったかなって。それはサッカーをやるためにプロになるためにっていうところがあって、はい、そこがちょっとね、うん、失敗したのかな。まだ成功失敗っていうのは分からないけども、だけど俺は例えば今度子供を持ったとしたらもう無理だけどねお前いくつやねんって言われるけどだけどもし教育するとしたら何歳から何歳まで、まあ高校出るまでは嫌なことでも、うん、かばってやるんじゃなくてやらそうと思う。逆に特徴なんていう強みとかは消えないから、それやらせてても、はい、強みはずっと持ってられるから、うん、でも苦手な分野っていうのはやらないと絶対身につかないから、うん、全てがそこで削ぎ落とされるから、はい、だから嫌なことでもやらしときたいなっていうのがある、うん、だからそれを今の子供たち高校球児も含めてね、うん、逃げさせてるんじゃないかなっていうような気がしてならないんだよね。そのあなたが好きなことを伸ばしなさいとか、うん、だから強みとか特徴で勝負しなさいって、これはもう社会に出てからそれでいいんだよ、うん、プロの世界に入って特徴で勝負するしかないからね、はい、で欠点を克服する、欠点を克服したやつは強いけど、うん、だけどそういうのは稀なんだよね、うん、苦手な分野を克服するという、はい、だから強みだとか特徴、あ、そういうもので勝負していくんだけどもさ、それがバランスよく配置してたら素晴らしい選手だし、そうじゃなかったらやっぱこう控えに回ったりだとか、うん、パーツになったりとかしちゃうよね、はい、だから高校の時はなんかそういうプロ的な、うん、お前はこれが特徴でこうだからベンチに入れるよとか、うん、じゃなくて、まあ、苦手なところも本当に挑戦しといてほしいなっていう、うん、だからそれから逃げてるからそういうことになってしまうのかなっていうことはすごく感じるんだよね。それが例えば序盤だったり終盤の得点というか波乱につながってることの一つにもあるのかなっていう、うん、だからやっぱりね、好きなことをやるっていうのは楽しいんだよ、はい、そりゃそうだよね誰でも、うん、でも苦手なところをやるっていうのは苦しいんだよ、うん、でもその苦しみを味わっておかないと楽しみも喜びも大きくならないし、ね、はい、だから、まあ、そこら辺をちょっとね教育としてちょっと考えてほしいなとは思うけど、ね、うん、まあ、中学生高校生中学野球高校野球っていうところ で、だから小さい頃からそういう教育が、うん、まあ、家庭内でのことだと思うんだけど、できてる家庭っていうのは子供も多分強いと思う、自立も早いと思うし、うん、はい、だからそういうふうに教育ができればいいな。今は何でも手を差し伸べるじゃない、はい、だからそうではなくて差し伸べたいのは分かるけど、そこは子供が考えて解決しなきゃいけないところだとか、うん、はい、そういうこうちゃんと分類してやるといいよね、うん、これは子供の悩み、これは親の悩みとかさ、うん、そういうことがしっかり明確になってくると子供の自立も早いだろうし、考える力もできてくるし、ね、で乗り越えようとする力もついてくるという、うん、まあそういうことだと思うけどね。今もうどの家庭でももう親が手を差し伸べるからね、環境が揃ってるっていい環境に逆になりすぎてるって、良すぎるんだよな、はい、っていうのもありますよね。だから、うん、まあ、そこら辺を変えていかないと、まあ、大変だよね。
確かにちょっと嫌なこと言われたら泣いちゃうからねえ、そんなんで泣くのみたいな今の、そうですね、今の子たちちょっと前っていうか子供の野球教室か行ってなんかね、俺そんな特別に見てました冗談っぽく言ったんだけどさ、はい、泣いちゃったんですよね。泣いちゃうんだよえ、そういう意味じゃないからみたいなそうなんですよね。だからもうびっくりしちゃうよ。俺も涙もろいけど、うん、その子の方がそれ以上に涙もろかったというさ。そうですね、例えばみんなの前で言われるっていうことに慣れてなかったりとか、今子っていうものがね、うん、大家族とかみんなというよりもやっぱこの家族とか子っていうで一人の時間が多かったりする分、やっぱり免疫がついてないっていうのもあるのかもしれない、ね、困っちゃう焦ってましたもんね。そういうんじゃないよっていやそうだよいやだからなんていうのかな、まあある程度やっぱこう厳しい方がいいと思うしね、はい、うん、でもそれは自立してからは自分の考えで自分を追い詰めていくのか追い込んでいくのか、うん、それとも楽な方に逃げていくのか、うん、これはもう自分の設定だからさ、はい、だからそれはもう個人の自由で任せておけばいいんだけど、ただそれができない間は親がしっかりした考えを持って教育しないと、高校野球のエースになりました、マウンド立ちましたって言っても同じことを繰り返していくよね。そうですね、うん、だからそれをすごく感じるんだよね、うん、大丈夫この動画なんか教育みたいになっちゃってるんだよね。教育論になってますけれども、ね、なんか次の動画でちょっと例えば今年の高校野球のこのチーム、はい、ちょっと豊さん注目してるだったりとか、はいはい、今年の傾向、例えば強豪校とか地方予選で敗退したりとか、うん、なんかそういうちょっと傾向もあったらちょっと聞きたいと思ったんですけど、まあそうだね、この1本目の動画回らなかったら、はい、次話を今撮るけどボツにするからな。そうは言っててもそれはボツにするよお前、一日無駄じゃないかお前回ってんのせっかく次の動画撮るのに、じゃあ俺らは一生懸命やるよ、はい、一生懸命喋るよ、うん、だけどこの動画が回らなかったら次回したって絶対回らないから女の子はボツだよ。次の動画ではあれですよ皆さん、今年の高校野球の特徴、注目選手、あとはあの OB 選手のお子さんも出てたりとかもするので、 そうだね、まあ、そういう選手とかチームをピックアップしていただきたいので、ぜひこの動画をね何回でも多く見て、そうだよ何回でも多くて一人ワンクリックしかできないからさ。あそうですか、そうだ再生回数も、そうだ、そうか、じゃあお友達に知らせていただかないと。そうだな、近所のもうこう輪を広げちゃってね広げてぜひご覧ください。もう甲子園のあそこのオーロラビジョンかなんかにこれ出すいや YouTube 高木豊チャンネルで、ね、高校野球の話題やってますみたいな出してくれ、誰かどなたかね、そうだよオーロラビジョンで出してください、ね、はい、本当にね、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。